手洗ってるんでしょ。はい、自分で連れて行くんですか。そうですね、こっちの方もですね、あちこちから災害出動があってるんですよね。はい、どうしました。もしもし、人命に危険ですか。もしもし、はっきり言ってください。はっきり言ってください。人に危険ですか。119番消防です。もしもし、おとなしい赤ちゃんと子供2人で困っておる。避難できないんですね。はい、雨が降ってるから。もう雨が降ってるって、だからどこでも雨降ってるんですよ。いいですか。また人命に危険なようだったら119番かけてください。いいですか。はい。7月23日16時50分発表、大雨洪水警報、強風雷雨波浪注意報。長崎地方では今夕から明朝にかけて時々雷を伴った強い雨が降り、山崩れ崖崩れ天地の299人の死者行方不明を出した長崎集中豪雨、それは7月23日の夕方から翌朝までの出来事だった。長崎海洋気象台から警報の出された午後4時50分、市内はどんよりとした雲に覆われ、いつもと同じ夕方のダッシュが始まろうとしていた。救急室の救急室の患者と坂本市大学病院から三重会病院へ患者と救急室の坂本町大学病院、それより、新地の再生可能で患者を紹介します。はい、よろしくどうぞ。長崎市消防局では同じ頃第二警戒配備を発令、職員の増強が図られていた。しかし119番の緊急電話は20分に1本程度、いつもと変わらない。ただいまから6時48分ちょうどをお知らせします。119番は受信した時刻を示す時報音とともに通話内容が全て録音されることになっている。その日回り続けた2台の録音機には10時間に及ぶ119番の更新記録が残されている。5時頃から降り始めた雨は雷を伴って次第に激しくなっていた。7時までの雨量42ミリ。川は急激に増水し、溢れた水で市内の交通機関は次第に動きが取れなくなった。水が出てるんですけど、お宅にお願いしていいんですか。水がどこから出てるわけですか。崖からザーッと流れてきて、家の中にいっぱい入ってきてるんです。崖から、はい、崖から水が溢れて、はい、家の中に入ってきている。はい、長崎市消防局通信第一係主任はその夜119番の応対に当たっていた。何かから事故があるぞって言った頃入ったわけですね。一番初めはこの災害が発生したのが北部からでしたから、近海町の方からですね、側溝が詰まって水が溢れて、もう家の中に水が入ってきてるということが第一報だったわけですね。なんかちょっと引っかかってですね、それが溢れても床下浸水になったんじゃないかというぐらいしか私たちはそう思いませんでしたですね。どうしたんですか。長崎時計のような目のとのね、長崎時計どうしたんですか。どんどん家に入ってきてるもんね。家に入ってきてる。そういうけんさ、バスの終点の前、目のとのね。もしもし、はい、119番消防局です。ですね、はい、私のですけども家が使ってしまってお願いしたんですけど。もしもし、はい、お宅の川の浦です。川の浦お願いします。もしもし、申し訳ありません。はい、今の雨で溝が溢れてですね、はい、庭に水がどんどん流れ込んでるんですよ。場所はどこですか。お名前は。平木です。
その水がですか。はい、あの水がですね、前の出し通りなんですよ。ははは、出し通り。はい、溝があるのがですね、もう溢れてうちの庭にどん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 流れてるんですよ。あ、そうですか。はい、私が大抵してるんですけどね、もうどうもならんのですよ。主人もいないしですね。はい、近所の方にですね、はい、応援して消防車の車でですね、応急処置してください。あ、そうですか。できるだけ早くやりますから。はい、お願いします。はい、どうぞ。あ、駆けつけた消防署員の助けで無事に家を守ることができた。一番早かったんじゃないですかね。うちは本当にあっという間にもううわーっと玄関の中にまで水が入り出したもんですから、これは大事だと思って、で主人がちょうど大阪に出張でおりませんでしたので、子供と二人だしもう心細いからと思ってすぐ消防署に電話したんです。で110番だったかな、119番だったかなってこういうような感じでかけたんですよね。で何を言ったか、どう受け答えしたかきり覚えてないですけど、名前は住所はあって、それを言わないとわからないよって言われたのは記憶してますけど、あとは自分でどうしてかけたのか、自分でもそのどういうふうに思ってかけたのか今よく考えてみてもわからないんですよ。その時のその気持ちとか感情とかっていうのはですね、でももうちょっと精神的に切羽詰まった状態じゃなかったんでしょうかね。同じ頃119番に助けを求めている。最初ですね、雨がひどかったでしょ、ものすごく。で台風じゃなかったからですね、台風だったらもっと注意してたんですけどね。だから子供に夕飯をしながらですね、わあこの雷はもうすぐね梅雨が終わるよ、夏っていう印よっていうふうに最初はそんな構えてですね、たら庭の方向を台所から見えるもんだったら、もうだん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 見えなくなってくるんですよ、庭に見えてるものがですね。うわこれはただのことじゃないなと思って、そうすると急になんかこう本能的にっていうんですかね、下の子をバーッと抱いて、お母さんの手離したらダメよって言ってバーッと、もうとにかく子供には傘ももちろん長靴なんか履かせる余裕なかったし、夢中で走りましたね。でも隣の今のさんの宅をもうドアが破れるぐらい、まあ、叩いたんですよね。それで私はもうとにかく救急車に119に電話かけるからってことで、で篠田さんは、まあ、ここも危ないから家具さんさっとかけてからここも避難しよう、それからもう電話かけたんですよね。ただいまから7時10分10秒をお知らせします。お名前なんとします。何も持ってなくて、もしもし、もしもし、もしもし、はい、場所はどこになりますかね。大丈夫ね。もう家が崩れてるんです。あ、崩れとる、はい、上の階が崩れてですね。はい、わかりました。もしもし、はい、もう何も持たなくて避難してるんです。あ、そうですか、避難してるわけですね。もう3分、わかりました。今かけとる電話何番ですか。はい、今かけとる電話番号は隣のお家です。隣のお名前だとします。助けてください。もしもし、わかりました。電話番号を聞いてください。いや、電話番号何番ですか。ここは、はい、わかりました。助けてください。はい、いやもう恥ずかしいですね、今考えると。もう自分じゃないですね、普段から落ち着いてる方じゃないけど、それに輪かけてすごかったんじゃないかなと思いますね。ただ消防署の方はですね、落ち着いてどこにいるか、家族の人はみんな無事かっていうのは聞かれてるんですけど、とにかくこう電話を、向こうはですねちゃんとした安全な場所で聞かれてるからですね、慌てるなということ言われてるんですけど、こっちはかけながらですね、かけてる最中背中にもう感じるんですよね、こう壊れてきそうなのもうかけながら乗ってくるんじゃないかなっていう恐怖感を思い出すとまたドキドキなるんですけどね。だから自分ではもう何かあった時には落ち着いてっていう日頃は思ってたんですけどね、いざっていう時にはもうおまけにもなくなっちゃう子供がいるでしょ、で主人はいないからですね、もう逃げたい、この場をとにかくそこの場所から逃げたいというのがもう必死でですね。でも、まあ、今考えるとですね、消防署にそんな助けてくれ、家が流れてるのを何とかしてって言われて、もし来られても何にもできないのは今考えると分かるんですけど、そうですよね、それだけだったですね。ただいまから7時28分
をお知らせします。すいませんですね、家の後ろの崖が崩れたんですよね。どの辺のお父さん、電話の直後、子供と脱出に成功し無事であった。もうその時こう小屋がもう斜めになってたんですけども、うん、それを走ってもそれからもあ110キロしなきゃと思って、うん、それで電話をしてたらあの、うん、風呂場がの方に土砂が来たんでしょうね、うん、それであの風呂場がガシャガシャってガラスの割れる音がして、うん、それでしたらすぐ避難してくださいってことだったのであの、うん、すぐ隣の兄の家に行ったんですよね、うん、あもう恐ろしかったですね。もう、うん、もうどうってもうダメと思いましたね。ただもうどうおろ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 するばかりですね。もう、うん、避難してくださいって言われて、ああ逃げなきゃっていうような感じで、ね、言われて初めて逃げなきゃいけないって。そうですね、もうみんな慌てたからもう、うん、あの時は誰がそばにいれば安心っていう、ただもう私たちだけだともう恐ろしかったですし、隣に行ってまた2、3代の家族と一緒になった時にも心強くなりました。あみんなが一緒にだからもうあよかったって感じでもなんか落ち着きました。その時に被害が広がるにつれて119番への通報は急激に増え始めていた。防災心理を研究している東京外国語大学の阿部北尾教授は次のように分析する。やっぱりこういういきなり冬を疲れてしかもへその緒切ってもう以来初めてだっていうふうなこう仰天するような事態の中でね、一体どうなってんだというの指示をどこかに求めたい、まあ、これ心理学の方ではよくアンカリングポイントって言うんですけども、怒りをどっかに下ろすと、怒りを下ろせば落ち着くわけですから、したがって電話に走るっていう中にはどっかにその怒りを下ろして自分がどこにいるのかどういうふうにすればいいのかということを知りたいというそういう気持ちが出てくるのは当然だろうと思うんですね。それからもう一つはやっぱり動転してしまって、慌てふためいているそういう状態の時にしっかりした人の声がこう聞こえてくるとああそうだと言って我に返るということがありますね。そういうことがやっぱりこの119を通して出てきたことじゃないでしょうかね。ただいまから7時30分ちょうどをお知らせします。雨はますます激しくなっていた。市内各地で停電が発生。長崎市消防局ではすでに7時20分全職員を招集する第4警戒配備が敷かれていた。44ある消防隊は7時半までに全て出動した。もうその後が問題だったわけですね。もうそれからがもう満潮と重なる河川を氾濫するでですね、全然車が動けなかったということですよね。時間が経つほどに、まあ、災害が大きくなってきましたからですね、まあ、その人命救助が第一ということで、まずは人命救出の方に全部隊を投入しましたのでですね、まあ、もう他のところはもう床下あるいは床上浸水のところの人には、まあ、お互いに助け合ってあの処置をしてくれ、あるいはもう簡単な施設だったらもう自分でやってくれと、あるいはもう避難を早めにしてくれというようなあの指示をこちらからしました。あんまりあの毛利見るんですがね、あんまりあのそう言って何にも流されたって言ってしたから言うて
わけ？いや、川はないんです。道路がもう1メートル50から2メートル近くなってるわけですよ。あ、水位が、はいはい、ああ、それを流されていけるわけですね。ああ、助けるにもどうしようもないわけですよ。ああ、だから一応念のためにもしもね、はい、お宝の百刀番の話だと出ませんもんですから、はい、119番に出ましたんですが。ああ、そうですか。はい、あのですね、はい、あの申し訳ないですが、お宅の方もですね、はい、これ全部事件当たってたかったんで、そうですよね、あの手が回らないんですよね。そうですよね、それで付近の人をですね、はい、もしあの連絡つけば、はい、あのお宅の方で処置していただけませんか。そうですね、あのこれ全部あの消防職員庁内に全部出てるんですけれどもね。どうしたらロープを貼ってみましょうかね。ロープをですね、あのもし長いロープがあればそこで貼ってみてください。いや、投げるロープじゃ伸びつかんってですよ。見えんもんですからね、これだけで。あ、これだけでですね。はいはい。ああ、まあ一応念のために、はい、あの一応受けますけどもね、できるだけの手はしてみますけども、あの好きな人であの手助けしてですね、はいはい、してください。はいはい、はい、よろしく、はい、あの流し、あ、ごめん、流れてる以上はね、なんとか誰かが助けてやらないといかんわけですよね。ところが私たちではあのまず、そういう例えばあの懐中電灯にしましても、ロープにしましても、あるいは、まあ、小さなゴムボートにしましても準備がないわけですよね。そういうことで119番だったら、まあ、何らかの処置ができるんじゃないかという、まあ他力本願でね。まあ目に見えたら怖くないんですけどね、電灯が消えてると暗闇ということはどうしようもないんですよね。声が聞こえましてもどうしようもないわけです。それでもその後はロープ類を集めて、まあ、あのもしその後に流れてきた人がそれにかかるようにと思ってロープだけ張りましたけどね。結局何人流れてきた人助けたの？私があれって聞いたのが一人と、その後二人三人流れてきたと、助けてくれって言って流れていったと言いますからね。あ、それは見ておりません。もしもし。あ、もしもし。あ、消防局です。あ、すいません、あのですね、もしもし、はい、通じます？はい、あの近所のですね、はい、民家の方のですね、はい、崖崩れで、はい、ガス管がですね、はい、崩れたためにですね、はい、缶がですね、はい、破れて今はですね充満してるんですけども。ガスがですか？はい、はい、それでですね、はい、あちらこちらの電話をしたけどもですね、はい、そのなんとかその自分のですね、はい、処置でですね、はい、なんとかしなさいという、そういうことばかりでありまして、はい、やむをなくお宅に連絡をしたんですけども。あ、うちの方もちょっとどうにもできないですね。お宅もできません？はい。そんなのどうにするわけのあんたらじゃん。お宅の方でですね。僕はガス管の割れとっとか。あ、火がつければもういいぞ。つけてみようか、今から。うちの方はですね。うちの方はですね。うちもクソも殴るのかよ、ねえ。なんてこと言うときよ、お前。ガス管、お前。お前は都市ガスぞ、お前。火がつくか、今から。はい、あ、近所の人なんて2、3軒避難してらっしゃる公民館に、そういうことを言うちゃいかんじゃなかとかね。うちの方がですね。うちもくそも流るが。だいぶ私ね、いや、もうやめませんやろ。もう、追加分だし。みんな興奮してますからね。例えば、私が酔っ払って言うというような感じで受け取ったわけですね。相手にしてくれ。え、あの時に教えてくれればよかったんですよね。町の状態はこういう具合やから、出してくれんかってね。で、ガチャッと切られた。なんか雨で、わあ、これやったらねえと、飲むよねえ。私たち、そう思わんでしょ。ここ上におってからですよ。別にほら仕事し、釣りもあんまつけんしね。下が大水害ないよっていうこと、そういうことは全然しない。10秒をお知らせします。ちょっと待ってください。お母さん、離して。ちょっと待ってください。はい、もしもし、はい、あの床下浸水なんですけど。床下浸水、はい、お願いできますか？どこ町ですか？城内のです。
です。どこの正面です。今ですね、はい、長崎でもですね、はい、もう随一気に渡ってですね、はい、もうお宅のようなところザラですよね、はい、でもなかなか行き出し気なんですもんね。そうですね、消防団をお願いしたんですけども、いやお宅がですね、はい、その消防団さんもどんどん言いますけどもね、はい、うちもですねちゃんと手配しますので、はい、そうお宅がそう言わってくださいね、はい、長崎もお宅だけじゃないですよ。分かってますけども、なんとかお願いできないでしょうか。いやおたあどこでもですね、やっぱ早い順にやってるんですよ。はい、それでもうしばらくお待ちくださいね。はい、わかりました。はい、今でも早く行きますからね。はい、お願いします。はい、わかりました。主人が119番目呼べって言ったもんですから、一応かけさせてもらったとですけども、そしてからもうお宅はもうあっちからもこっちからもかかっておりますのでね、お宅のだとは、まあ、じゃなくてですよって言われたんですよね。順番に回りますからって言われて、本当に次の日テレビを見ましたらね、なるほどなと思いました。もうだってよそはこんな風にあると知らなかったですもん。そういう風に聞けばですね、よそはまだひどかとがいいなって思ってですよね、自分たちできる限りのことはせんばって思うて、せめて怪我人だ、怪我の仲ほどなとせんばって思ってですよ。救助隊が出動できなくなった後の119番の役割について、安倍教授は次のように指摘する。災害の場面っていうのは、中心化傾向っていうんですけれども、全てのことを自分に引き寄せて見てしまう、あるいは考えてしまう、つまりこの災害の真ん中にこう揉まれているような状況では、自分が一番ひどいんだと、でこんなひどい目に遭ってるのなんで助けに来てくれないのかというふうな気持ちが非常に強くなるわけですね。で、まあ、実際災害の場面では大体そうなんですけれども、まず電気が切れてしまう、真っ暗になる、でその不安の中でテレビやラジオも入らない、あるいは全く不十分になってしまう、そんな中でやっぱり119が果たした、あるいは期待されるべき新しい役割、つまり人々に災害の全体の状況というものを知らせて、自分がその中でどういう位置にいるのか、これ自己定位と言いますが、そういう自己定位をさせて、そして、しからばということで災害に対して立ち向かう勇気、あるいは方向づけ、ないしは大切なことなんですが、あ、みんなそんなやられてるんだったらみんなで一緒にやろうと言って、近隣の人と一緒に立ち上がるというふうな、そういう役割が大変大きくクローズアップされたのではないでしょうか。8時までの雨量157ミリ、土砂崩れ、山津波が各地で発生、市内のほぼ全域で停電。ただいまから9時40秒をお知らせします。9時までの雨量255ミリ、激しさは一向に衰えない。長崎電話局の交換機は自家発電に切り替わり、その夜も 93% の電話回線が確保されていた。しかし電話回線も飽和状態となり、自動制御が作動、通話は110番、119番などの緊急電話以外は通じなくなっていた。すみません。はい、消防局ですが、ですね、今大橋の辺はですね、どのくらいなんでしょうか。何がですか。お水の方です。中さん、ですね、はい、すみませんが、こちらで把握してないんです。まだ電空域からなんですね。あ、そうですか、うちの母がですね、あそこの川沿いでお店を開いてるんですよ。でですね、電話をかけてもですね、通じなくて。あ、おそらく電話通じなんですもんね。で、なんか母親の方からは、もうここはもう締め切られて出られないから、もう私はここで死ぬんだって言って電話かかってきたそうなんですよね。はい、それで今もうずっと電話してるんですけど、出られなくてからもうどうしようかと思って。ですね、それもたくさん入ってるんですからね、はい、お宅のお方がどういうふうにしてられてるかはっきりわからんとですよね。はい、すみませんが、もう少しははっきり行方不明になったとかですね、はい、はっきりしてから連絡してもらえませんか。はい、もっと手を尽くしてですね、探してみてください。はい。
ね、すみませんがご心配でしょうが、ね、緊急して連絡してくださいよね。はい、お宅も注意してくださいね。はい、お願いします。はい、どうぞ。もしもし、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 おとなし、もしもし、消防局です。という家が全壊しましてね、はい、ご主人が中に埋まってる可能性が強いんですよ。はい、もうどうにも我々で手はつけられんもんですから、それで家が崩壊したのがですね、8時半ごろです。それでもうもちろんですね、どうしようもないもんだから、ずいぶんお宅にも何時間で電話したんですが、もう全く連絡がつかなかったもんですから、ですね、はい、うちの方でもずっとこの119は解放してるんですけどね。ああ、もう三河町の方が全然いや、うちからかかるんですよ、お宅に。あ、こっちにかかるんですよ。かかるけど誰も出ないんですよ。それはもうこっち命にかかることですから。そうですね、もう2時間ぐらい続けてかけたんですが、もうリン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 、もう本当になりっぱなし、20分にかけても出ないんですよ。はいはい、だからもちろんもう今ほら全体的な JC のほら被害でしょ。そうです。だからおそらく皆さんがいらっしゃらないんだろうと思ってですね、諦めちゃったんですよ。いや、全部ここ詰めてるんですよ。それでもまだまだどん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 かけたんです。ああ、それでも2時間以上出ませんでした。ああ10時までの雨量357ミリ、長崎市消防局にある119番の回線は38、緊急時は7人の通信員で応対することになっている。コールしとったけども、どうしても待ちきらずにしとった人も相当おるわけですよ。それがもう何百であったと思うわけですよね。これはもう早いものをが順から順に入っていきますからですね。もうその人たちがコールしとってでも、まあ待ちきれずに切ったと、切ってもあまり通報はなかったということもあったでしょうね。11時までの雨量418ミリ、生き埋めになった人が助かるかどうか、119番の対応、救助隊の活動はこの時間帯が最も重要であった。はい、消防局です。ああ、そうはい、どうしたんですね。ええ、今ものすごいひどかったですよ。いつもなるんですか。他のところに全部出ておりますんで、行けないんですよ、署員がですね。結局は何だったんですか、見殺しいことに。え、見殺しいことに。いや、見殺しいわけじゃないんですけども、お宅の方でですね、行方不明者とか死者とかですね、家屋の倒壊とか、まあ、孤立した奥地区に家族を残していた。2時間の道のりを歩き、ようやく電話にたどり着いている。お宅の方が崖崩れとか生き埋めとかなんとか確認したわけですか。確認できんですか。いたらんですか。近がらんどですよ。それがひどかったやけん、水源地なんかもう家なんか流れてきよっとですよ。それがすごいひどかったところに、ね、なんで行ってくれんですか。はい、わかりました。そしたらお宅の名前は。スージランと思います。お宅はこれからかけてるんでしょ。いや、今電話局からかけてるんですよ。電話局から、電報局から、電報局から。沖縄まで行ってですね、とにかくあまりのひどさにですね、はい、救助が予備にずっと迷ってるんですけどね、はい、もうどこのことわからんってみんな言いなってんですね、はい、一度になってもどこにしても行ってもらえばですね、見殺しということになってんね。まあ、見殺しということなそうですね。そう、状況、お宅は行けないんでしょ。お宅も行けないんでしょ。だから消防署員が行ってもですね、おそらく無理だと思うんですよね。こっちもですね、どこか手段の仲間ですかね。そうですね、それもこっちもあっちに現場に行ってみればやっぱり分からんでしょう。そうですね、分かりました。一応ですね、確認にはですね、飛び降りて行かせますんで。お願いします。はい、分かりました。お願いします。はい、奥山地区は検されている。24時までの雨量448ミリ、身動きのできなくなった救助隊からの連絡が続々と入る。あ、もしもし。はい、消防局です。あ、山分隊。はい、市民分隊はどういうのったですか。もしもし、山分隊ですね。もしもし、はい、もしもし、もしもし、はいはい、ちょっとそっちには行けないということなんですよね、現在のとこは。こっちはね、来れないわけ。はい、出られません。
あの本郷地の方がやられてるんですよ、ね、いやこれはもうお手上げは、まあ、いやこれはひみやね一応そのあポンプ車はですね欲しかったってねこっちちょっといないとですもんもうこっちからも行きたがっても行けないしですねこっちのあの分断の小型もね、はい、もう使えずにね水に浸かってあそうでしょう全部ダメだから、はい、そんな状態ですねだからそちらの方でも作戦練ってもらうんとこあの意見ですね作戦ってどこに作戦練るから水がなくとりあ今までの経験生かしてどんなか作戦取らんばいかんでしょうそれはあの28分だなはい、そっちもいろいろ災害になってでしょあのこっちはもうひどいもんですよ28分ですけどね、はい、こっちがもう全然ダメですもんねああうちの方も全然行きませんあだからどうにかしてもうそれでだいぶ怪我もしてますやろうと思うわけですよねああそしてあとその不明になってる人は何人ぐらいいることはあってですかね5人ですよで1人助けましたので5人のうちの1人を助けたんですか あと4人残ってるということですか4人ですねどんどん助けは一応お願いしますからあのですね、はい、今ですね、はいこちらの方でもですね、はい、あの消防団の方が、二次災害に巻き込まれて、はあ、亡くなっておりますので、はいはい、できるだけ気をつけてですね、そうですね、はい、今、製造車をもう出したけんですね、はい、あとはもう明日でんですね、はい、二次災害に巻き込まれないようにですね、はい、気をつけて作業してみてください。はいはい、もうそれでですね、もう一時はどうなってるのかって思ったんですよね。もう何しろ雨が早くやまんかなって、もうただそれだけだったですよね。で、早く電気が復旧してくれんかなということだけだったですよね。その現場の人のこと、あるいはその行方不明になってる人のことを考えるとですね、何しろ早く明けんかな、早く雨が上がらんかな、ただそれだけを祈ったですね。はい、どうしました？骨の、はい、幼稚園に渡るんですけど幼稚園で何ですか？今大洪水ですね大洪水、今ですね災害が各地にあってるんですよ、消防隊が出ておりますから、人命にですね、人命などに危険があるということだったら無理してでも出したいと思いますけどね、もしもし、人命に危険ですか？どうしたんですか？もう大水で困ってるんです。大水でね、みんな災害で消防隊が出払ってるんですよ。それでですね、はい、もし人命にね、避難できない状態だったら無理してでも出したいと思いますけどね。人が生きるか死ぬかしない限り出せません。ただいまから4時39分30秒をお知らせします。ただいまから雨は明け方になってようやく小降りになった。24日4時までの雨量503ミリ。ただいまから4時39分50秒をお知らせします。はい、災難救助ですね。あは、場所どこですか？お知らせします。それから上へ中央県で当てとってですよ。もしもし、はい、ですね、はい、現在のお宅のですね、はい、のですね、はい、全て生き埋め事故が発生してですね、はい、消防
団子指大河ですね、はい、全部行っておまけにですね火災も発生してるんですよね。こちらも生き埋め3人ぐらい撃つですね。生き埋めが3人ですか、はい、これはあの崖崩れかなんかですか。はい、以降の災害の種類は崖崩れですか。はい、崖崩れによって家屋がなんか倒壊してるわけですか。前夜8時、妻と生後3ヶ月の子供が濁流に飲まれたし、明け方ようやく電話を取った。今もう見たくない。もう夜明けと同時にすぐ見つかりました。女の死体が見つかったけん多分そうじゃないかっちゅう、まあ、近所の方やったですけどね。それも見て見た時もう女房っちゅうことはすぐ分かった。子供はですね、ちょうど初七日に、初七日の日に見つかったんですよ。あの、野浜っちゅうところですね。まさか海に流れとっては思っとらんやつです。もう、その、山なりがもう耳にこびりついて離れんとですもんね。あの時だけは夜中にほんとあんだけ走り回って、子供たちは抱えてですね、ワンワン泣くとはですね、ほんと思っただけでもゾーッとするんです。自分で探そうっていうあれしかなかったですね。もう電話して救助隊回してもらっても助かってないと思うんですけどね。ただいまから5時51分40秒をお知らせします。もしもし、あのですね、あの、はい、ちょっと産気づいてですね、はい、生まれそうなんですよね。ああ、で、こっちの方に助産婦さんとか、もう水も出ないんですよ。ああ、で、どんな風にしたらいいかわからないんですよね。そっちに助産婦さんいないんですか。はい、いないだろうと思うんですよ。あの、産婦人科ないんですか。はい、ありません。もぎさんですね、はい、そしたら、お産を経験した方いらっしゃるでしょう。はい、あの、そんな人にちょっとしてもらわんといかんですね。できるだけなら。水道が出ないんですよ、それと。あ、水も出ないんですよ。あ、うちの方ではもう、お宅の方と道路普通になってるんですよ。あ、はい、通れないんですよね。はい、それでうちの方ではどうもできないですね。あの、方々の産婦人科には連絡とできないんですか。どこのですか。いや、いろいろこう、連絡をしてもね、電話が、通じないんですよ。はい。だからそちらの方で連絡できないんでしょうかね。連絡してもいけないでしょう、お宅の方に。ああ、歩いて連れてきますか。いや、歩くのはもう無理なんですよ。おう、だからそっちでお産した方がマシと思うんですよね。ああ。だからこっちではちょっと連れてくれないからですね、はい、お宅の方でそちらの方でその、あ、探してもらうんですね、助産婦さんを。経験をした人をですね、はい、あの助産婦さんじゃなくてもいいですよ。お産を経験した人ならされますから。お年寄りの方はですね、はい、昔はそんなにして取れましたからですね、そんな人にちょっとしてもらわんといかんでしょうね。水なんかも、はい、こっちから持って行くことできませんから。はで、移動水なんかもどっかあるでしょう、その近くに。いやー、どうですかね、ないと思うんですよ。いやー、去年昔からの村ですからね、どっかにあるはずですよ。わかりました。どうも、はい、すいません、はい、どうも。一晩中鳴り続けた119番。消防隊によって救出された人255人、死者行方不明はそれを上回る299人。もっと多くの人を救えなかったのか。長崎市消防局でも残された更新記録をもとに検討が始まっている。119番更新記録の残した教訓について安倍北尾教授はこう指摘する。全体としてね、非常に強い印象があるんですけれども、それは人々がこう119を求めている絶叫をこう聞いていますとね、これ昔だったらば神様仏様を呼んでいる声じゃないかなという感じがするんですね。つまり、まあ、絶対的なこう孤立あるいは絶望の淵に追いやられて、それで神様何とかしてくださいと、仏様何とかしてくださいという代わりに人々がなんか119をその求めていると。ただ私がここで言いたいのは、いわゆる119は神様仏様だとしてもですね、やることは全部やっといて、そしてそれで足りないところをお願いをするというふうなことでなきゃいけないし、
もう一つ別の方から取っていくならば、やっぱり119がそういう頼られ方をしているんだということを考えれば、通信のシステムとしても、それに対応する消防の側としても、これまでの個々の災害の場合に対する対応とは異なった対応っていうものがあってほしいなというのが私の印象でした。午後、女の子を出産。どうするのかなって本当思ったんですよ。本当こっちで、ね、産むの、自分の家で産むのかなって、一瞬そういうのを考えましたけどね。でもいや本当にどうするのかなっていう感じでね、呆然としてたっていう感じですかね。でも産むにしても水が出ないでしょ、どうしようもない、だってどうしようもないからっていうことで、もう病院に行った方がいいって思って行ったんですけどね。ちょうど歩き出した時が一番雨がひどくなってきたんですよね。もうずぶ濡れで、それからもう主人のおじさんたちとかみんなに支えられて、からな、崖を登ったみたいな形で、もう全然道がなかったですから、途中でお腹が痛くなるんですよね。すごく陣痛がこう感覚的に来るから、もう立ち止まりながらっていう感じで、ちょっとここ登れるかなっていう感じはありましたけど、もうどうにか行かないと仕方がないから、どうしようもないっていう感じで、それで頑張っていきましたけど、やっぱりなんか自分でそういう時に産んでるから、なんか余計嬉しいっていう感じですね。明るくて強い子になってほしいですね。阿部教授が今年の2月東京で行った調査によると、 41.8% の人が大災害の時でも救助隊は10分以内に助けに来てくれると信じている。23日夜から24日未明にかけて、長崎市消防局が受けた119番は1140件が限度であった。ダイヤルを回した人はおそらくその数倍に上るであろう。